世にも奇妙な物語春の特別編は2016年5月28日にフジテレビ土曜プレミアム枠で放送された世にも奇妙な物語の特別編通常放送される春の特別編としてはかなり遅い時期に放送され物語構成も5話から4話に削減された初めての特別編である木島愛子は社内でも評判の美人を得る ミスを犯しても上司に優しくされたり、ティッシュ配りからはティッシュを2個以上も与えられたり、レストランではデザートをおまけにつけられたりと得した人生を送っていた。しかし、これを受けた日本政府は美人にだけ余分に税金を払わせる美人税を発足してしまう。愛子には20%の美人税が与えられるが、野間崎賢治は漫画家を夢見て作品を描き続けているが、 出版社になかなか出版されない日々。ある日、母親のナオミに就職を考えてほしいと言われて、ケンジが押し倒したとき、母親が倒れてしまった。その瞬間、ケンジは母親が実はロボットだったという事実に驚愕する。そんな事実を知ったとき、父親の六郎も恋人のケイコもロボットになっていた。そんなとき、ケイコが所持していた会社のパンフレットを思い出し、 その会社を追う。追った先には、とんでもない真実があった。世界的な納豆ブームを受けて、ニューイバラキが日本から独立し、政府軍と戦っていた。慶一郎は、彼の勤務先が納品した武器に不具合が生じたことを、政府軍にお詫びするように上司に言われた。その先には、サラリーマン化した戦場ですぐ帰るはずなのに気づけば、戦争に加担していた。平凡なサラリーマン。 小賀三郎はクイズ番組に出演して優勝し、賞金100万円と副賞としてクイズ1年分が贈呈される。そのクイズ1年分とは赤いシルクハットをかぶったおっさんの次々に出すクイズに答えていくというものだった。それが続いていくうちに小賀の人生が狂い始めていく。ありがとうございます。